ゴールキーパー西川、ディフェンスラインは右からウェービス、安藤、今日はデルランです。そして高畑、ボランチに野村と池田、そして右に松尾、トップ下に中川、左の渡辺は今シーズン初スタメン、そしてワントップ伊佐康平は5試合ぶりにスタメンに戻ってきています。ゴールキーパーポープウィリアム、ディフェンスライン奥山、チャンミンギュ、藤原、尾長、中盤は安井、松井、下田、平川、そして2トップ、ミッチェル・リュークとエリキです。奥山、そして11番エリキ、もう一度奥山、クロスが上がってきます。ヘディングで落としたボール、エリキ、ミッチェル・リューク、さあここはエリキが倒れているが笛はありません。シュートを打っていきました。町田の分厚い攻撃でしたね。先ほどのシーンです。落としですね、ヘディングの落としからエリキが落として、リュークが落として、そしてパス、そして最後フィニッシュですよね。平川ですかね。まあ、ただ若干大分が今落ち着きの中でボールをうまく動かし出し始めたかなというところですよね。ここでボールを奪いました。エリキから松井、右に平川も走っている。その平川ボールが出る、一旦かわして、そのままシュートに行けるか、シュートずブロック、いやなんとか守り抜きました。デルランの足の長さがここで出ましたかね、はい、平川のドリブル突破でした。少し間を空けます。このボールをエリキが頭で落とす、こぼれ球、シュートいった。最後はチャンミンゲ、町田先制です。フリーキックのチャンスから得点が生まれました。さあ増田さん、試合が動きました。そうですね、まあ、これもセットプレーからでしたけど、少し前で触ったボールがリプセプションになっていいところに落ちてきましたよね。それをすかさず振り向きましたね。ここからの町田としては戦い方どのようになってきますかね。まずしっかりとした守備からですね、はい、チャンスあれば追加点で無理にまあ攻めていくことはないと思いますけど。さあここも中央サムエル、ターン、いきなりチャンスを作っていきました。サムエル、いいボールでしたね。それに対して最後、まあ、サムエルが合わせたんですけどね、ディフェンス触りましたかね。さあウェービスが走り出していく、中にはサムエル、ウェービス一人かわして、サムエルからウェービス、シュートまでいけるか、ウェービスシュート、このゴール球、藤本、まだ続く、野村、野村が行く、そしてウェービスシュート、波状攻撃を見せていきます。まだボールは残っています。サムエル、エリアの中、藤本が呼んでいる、一旦後ろまで戻しました。中川から松尾です。コーナーキックとなりました。大分の分厚い攻撃が出ましたね。ただこれウェービスの、はい、ランニングからですよね。かわしてサムエルがヒールで落として打つんですけどね。何人ですかね、5人ぐらいがもう本当に体張ってね、最後ウェービスのシュートもね、ホープが防いだ。ここはデルラン、真ん中に野村、エリキが行く、プレッシャー行く、エリキがボールを奪った、右には松井もいる、エリキが1人で行く、ドリブル、1対1になった、エリキかわしてシュートまでいけるか、シュート打っていく、決まりました。エリキが素晴らしいドリブルからのシュート、町田2点目、追加点を奪いました。エリキこれで今シーズン14ゴール目です。先ほどのシーンです。そうですね、助かるところですね。まあ、ただこの初速スピード速いですし、これでかわした後このボールに対して早くスライディングしてしまった安藤ですかね、まあ、少し若干焦りましたかね。エリキのスピード、そしてシュートのスピードがもっと速いっていうような多分想像してたと思うんですけどね、その分早くスライディングしてしまって、逆にねタイミングをずらされた感じ。
くれましたけど、ウェービスから中央、松尾がすらしてエサムエルのところです。このこぼれ球野村が行きます。ミッチェルデューク、エリキ、エリキが行く、左の平川も速い、右にミッチェルデューク、そのままエリキが行く、エリキが行く、左にラス、そして荒木、荒木から尾長がこの位置に向かっていく、ミッチェルデューク、ヘディングシュート、素晴らしい攻撃を見せていきました町田です。さらに突き放す1点となるか、大分ピンチを乗り切れるか。下田の黒、そのまま狙ってきました。まだこのボールが生きている、そのままシュート、最後は尾長、3点目、大分を突き放しにかかりました町田。セットプレー、フリーキックからのチャンスをものにしました。弓場からサムエルを狙う、頭でスラッシャーボールに藤本、トップしっかりと抑えています。さあここは時間を使います。3対0、ここで試合終了の長いホイッスルが鳴りました。この大分と町田の大一番、制したのは FC 町田ゼルビア、首位のその強さを見せつけました。